曹操に率いられ馬将らは生徒へと向かった。そこでついにその時測ったように妖魔の大軍が生徒を包囲する。一人の人間も残かつての生徒は妖者の襲撃を受け滅んだ。しかしその時曹操妖者の出現は不可避の定めだった。しかし 人の滅亡は避けられる未来である。今曹操殿に援軍をいただいた直後に妖魔の包囲を受けるとは我らの動き読まれていたと考えるべきでしょうな。うん、妖者の一体が迫っているとの報告もある。夜視を売りを持たぬ我らでは妖者に甲子園。何、劉備殿と曹操殿、 二人の大英雄が手を妖魔がいかに包囲を図ろうと、我らを阻める者ではありますまい。ええ、その通りです。私にお任せください。陣と葉を継ぎ、希望への道を描いてみせましょう。魔王騎の戦見るがいい。 王者襲来までの時間は多くはあるまい、急ぎ進むとしよう。劉備殿と民は中央を進んでいただきます。家康殿と曹操、南と北を進んでください。民の安全を確保する。敵の注意を引いていただきたいのです。よし、行こう。 妖魔を退け、民を安全に逃がすのだ。この隙に生徒をわしのものにしてやろう。しまった、このままじゃバレちまう。法政が苦戦していますか。 彼には策を託しているのです。骨ごと噛み砕いて。おお、助かった。これで策を実行できる。やはり不平が潜んでいました。 冷める戦ぶり、見事。馬王騎参上。
劉備殿と曹操殿が再び手を結んだ。皆が一致団結して幼者に対抗しとる。誇っていいぞ馬長、これがお前が貫いた正義じゃ。いや、俺一人の功績ではない。皆が支えてくれたからだ。故に俺は誇ろう。共に戦ってきた仲間たちを。民を守るとはね、似合わぬことだ。似合う似合わぬの話ではなかろう。そうそう、不正を忘れたわけではない。お前が敵に回ることがあれば前に撃つ。それで妖魔は近くにいるか。民のため危険は犯せぬな。大きく受けてる。一段と冴えておいでですな。ウィッス、仕方ありません。ウィッス、宝石今です。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。メス。
引かねば。敵将、不甲斐ないな。着くのは早すぎたようだが、皆が揃うまで待つしかあるまい。その動きも計算のうちです。さあ連動を出しましょう。撃て撃て、龍馬どもを近づけるな。一冊ノエーラ戦客、皆の足並みが揃ったら脱出いたそう。何をする、離さんか。あなたを放置しては後の加工となります。おとなしくしていただきましょう。どうやら遅れてしまったようだ。みなすまないが、足を早めてくれないか。我らは一人ではないからだ。どれほど重きにも助け合い支え合うことができるのです。我らを信じ、幼者討伐の戦お任せくだされ、まあ、人の力は見誤ったようだ。まだよ、まだ足りぬ。
機は出したようだな。では小田原城へ向かうとするか、行者討伐の戦を始めるためにな。佐野、我らは自らの手で未来を開いてみせます。熱き闘志、何者にも止められん。あれか、幼者。このように離れた場所からですね、生徒が蹂躙される様が見て取れる。復興までには長い時がかかりましょう。彼らの命を休んじられたのですから、この戦は佐野殿の介入があったものの、これで小田原城に向かうことがあって、五郎冠、大阪城に向かった者らも小田原に集い始めておる。人と妖者の総力戦がこれより始まるのだ。欲しいところじゃねえ。さて、草を敷きは誰だ。困難に屈さず、時を超え。俺たちを集めたドワフードンしかいねえわな。カズチン、呼ばれてるよ。戦果だ。よく、お見事でした。